こんにちは、検診官の井上です。今日はですね、夏季休暇のもらいまして、インドにやってきてます。インドはですね、バラナシガンジス川に来てます。ちょっとね、生徒も同僚の人も全然信じてくれないんですけど、僕すっごい人見知りなんで、話しかけられすぎても疲れちゃいました。もうちょいゆっくりします。釣られる気しかしない。マジで好き見せたら騙してこようとするから。昨日今日でマジで誰も日本人見てない。日本人どころかヨーロッパの人も中国、韓国の人もいないから、だからむしろ一人で喋ってても問題なし。むしろ話してた方が誰も話しかけてこへんから楽。さっき一生ついてきたやつがおって、一人にしてって言ったら一人だと寂しいじゃないかって言って一生ついてきたんですよね。さすがインド、人疲れをしそう。あーノ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 ー。
芝生のところですね。人力車です、バナナシュ駅に着きました。ここから特急で、ニューデリーに行きます。すごい光景。インドの門です。
れだからいいね。この川島春なんですが、17世紀の前半、ムガル皇帝第5代シャージャハンが嫁さんのムムターズマハルの墓標として建設しました。すげえ、マジで白すぎてゲレンデ着てるみたいです。マジでカッコつけてるんじゃなくてサングラスしないと目がチカチカするぐらい。受験生は当時の首都アグラで最も美しい建造祭というのを最初にバラバラにしてまた、いろんなものが電車で非常に多いのこの総理の建物に面倒する自身の安全なんてあれも結果は一緒に出ましたので、あれでいいかなと思ってまた揺れの話にアグラスが良かったので、また世界と安全の対象に安心が大事だし非常に発表していて情報が広がるでしょう。実は無駄がいたこの総理の建物ということで、今からニューデリーに帰って、日本へ帰るんですが、時間がちょっと余ったので総括しますね。インドはしんどかったです。なんか心の底から興味を持って話しかけてくれる人と、心の底から俺を騙そうとしてる人どっちかなんで、人を信じ信じない大切さを学びました。まあこれはどっかしらでこれからの皆さんの指導に生きてくるんじゃないかなと思います。まあ、とにかくね、もう好きあらば騙してこようとするんですよね。実際僕も一回騙されましたし、なのでちょっと生徒の皆さんに刺激になるかなと思って、大学生になったらぜひ一人旅行ってほしいなと思ってこの動画を撮ってたんですけど、レベル結構高いですこれは。よっぽどちょっと経験積んでからじゃないと、ここのタージマハールも結構しんどかったので、チケット取るのが結構英語話せて交渉とかしないとぼったくられ散らかされるので、ぜひ皆さん、大学受験の英語も大事ですけど、しっかりその後は会話とかも、せっかくこんだけ勉強してるんですから、鍛えてもらって世界へ羽ばたけるような人になってほしいかなと思います。次はちょっとヨーロッパ行きたいですね。ずっとちょっとアウシュビッツとかも行きたいなと思ってたんで、また今回のこの企画が一人で勝手に行ってるだけなんで、一人で勝手に行って勝手に撮ってるだけなんで好きにせえって感じですけど、まあちょっと環境が良ければまたこういう動画を撮ろうかなと思います。はい、何はともあれいいエネルギーチャージになりました。また教室お会いしましょう。